皆さんこんにちは。パワーローテーショナルゴルフへようこそ。このビデオでは視聴者の方からいただいた質問に対してお答えしていきたいと思います。それでは質問を読んでいきたいと思います。いつも拝見しております。55歳となりヘッドスピードが落ちたのもありますが、3番アイアン4番アイアンのあたりが今一つなのです。ユーティリティに変えるのも考えましたが、なんとかまだ打ちたいのです。動画にてご指導いただけましたら幸いです。蛭間先生、小野プロよろしくお願いいたします、ということです。最近小野プロのセッティングがかなり変わったという話を聞いてるんですけど、どうなったんでしたっけ？5番アイアンを脱ぎました。ちょっと抜いてしまいましたか？ついに5番アイアンを抜いて、ちょっとやっぱ硬いグリーンとかで試合のセッティングとかだとやっぱ200ヤード弱とかやっぱり180、190ってやっぱボール止めるのがちょっと僕のヘッドスピードだとやっぱ厳しい部分があったので、だったらちょっとユーティリティで、まあボールの高さが出るので、その分やっぱ止まるので、まあそこをちょっと選択して今回はちょっと、なるほど、はい、まあコースによってはそうですね、5番アイアンもまあ使うと思うんですが、ちょっとまあ固めてもあらかじめ分かってた場合はちょっとユーティリティでいこうかなと思ってます。確かにまあユーティリティの方がですね、まあ向こうではハイブリッドって言いますけど、ハイブリッドクラブの方がですね、基本的には重心がアイアンに比べて深いケースが多いんで、まあ、球が上がりやすいということですよね。そうですね。でも使いたい、2番アイアンを使いたいっていうのは分かりますし、ただですね、あの最近 USPGA のプロで2番アイアンとか入れてる方でも、まあ、例えばテーラーメイドであれば、P790 のUDI でしたっけ、いわゆる中空ヘッドのものを入れてますし、見た目がそんなにこうあのデカヘッドじゃないけど、球はすごい上がりやすいんですね。実際に僕も打ったことありますけど、なんとかいけるかなっていうか、まあ、なんとかってほどでもないですね。結構球上がってくれるんで、まあ、UTT ほどではないとしても打てるクラブって結構あるんで、そういうものを選んでいただければ、まあ、3番4番でも打てるかなと。ここら辺はね、K 君とかそこら辺にやってもらった方が多分ね、あれですけど、まあ、あの55歳ということで、まあ、我々の方が年齢が近いということで、4番アイアンをちょっと僕持ってきてますけど、この4番アイアンの、まあ、これは見えるかな、 M3 アイアンですね、4番アイアン、まあ、これなんかはですね、非常に、まあ、シャフトは DG ですね、ボール上げやすいですし、ヘッドスピードが落ちた方、まあ、どんぐらいかな、ドライバーで42、3あれば打てなくはないかなっていう感じはしますよね。厚みに当てることができれば、まあ、それなりに飛ぶし、キャリーで200ヤード近く飛んでいっちゃうクラブなんで、あのこういったものを簡単で上がるクラブで4番3番みたいなのを使っていただいてもいいかな。はい、PRG ファミリーって一番こうヘッドスピードのある K 君なんかはこれの3番とか使ってますね。ただやっぱ自分で上がってないなと思ったら、普通に UTT フェアウェイウッドってところに行っちゃった方が、まあ、スコアメイクにはそっちですよね、はい、よっぽどアイアンが得意でちょっともう UTT とかこの形状を見ると拒否反応が起きるとか、そういうことがない限りは、はい、やっぱしこっちの方がいいんじゃないかなっていう感じはしますけど、まずロングアイアンで確認してもらいたいことですね。あまり強いダウンブローで打たないこと、はい、とは言ってもダウンブロー側で確実に打つこと、アッパーブローで打ったら、まあ、トップとかしてさらに上がらないボールになっちゃうんで、セットアップとしてはですね、こう構えた時にですね、まあ、左耳の前よりもほんの少し左サイドに置くぐらいな感じを、まあ、基準に考えてください。まあ、左脇よりかは内側ですね、というポジションを確認する。で、やっぱしインパクトの時にですね、しっかりと自分がビハインザボールですね、あまりこう突っ込まないことですね。左側に突っ込むとフリップをするとか、そういうことも起きますし、ガンと打ちつけるような外から入れてこう上からダンって叩いちゃうと、
もうロングアイアンは全く高さが出なくて飛ばなくなってしまうんで、しっかりとここからターニングをして、そこからこう腰を前に出して、しっかりと自分はビハインザボール、要は後ろにいるような感じですね、を保ってインパクトをする。それでダウンブローの浅いところで打つというようなことをやってもらいたいなというふうに思います。基本ハイブリッドだったりユーティリティですね、こういったものを使う時もロングアイアンとロフトほとんど同じなので、はい、やることは変わらない。ロングアイアンと同じようにポジションを取ってですね、まあ、ポジションとしてはほとんど同じですね。でここから、まあ、ターンをしてこう自分がビハインドに保っているところをポジションして、そこから腰を少し前に出してインパクトを迎える。で自分がビハインザボールを保つっていうことが重要ですね。アイアンでこちらからお見せするとこういうことですね。ここからバックスイング、ここで自分がビハインドに保ちながらターン、そこからビハインザボールに行きながら腰が前に出てインパクトを迎えて、それで左サイドに振り切っていくっていうような動きが必要だと思います。デモンストレーションをやっていきたいと思います、はい、ちょっと小野プロが若干ですね腰が張ってるようで、はい、まあ、マッサージしてちょっと和らげたりしてるんで、あんまりちょっと強いショットが打てないような状況なんですけど、まあ、軽くですね、はい、ハイブリッドだったら軽く打ってもですね、はい、全然球上がりますし、はい、今のことを注意して見せてください。はい、はい、ナイスショットです。まあ、こういったような形で軽くやってもハイブリッドだったら結構上がる。ちょっとロングアイアン行ってみますか、はい、同じ感じで打ってみてどんぐらい上がるかっていう、ね、結構、はい、まあ、新しいいわゆる上がりやすいロングアイアンなんで、はい、うん、それで同じ感じで打ってちょっと皆さんにもその上がりやすさというのをちょっと見てもらう。同じ感じで軽めに、うん、まあロングアイアンの方がやっぱりちょっと低いっちゃ低いですよね、はい。はい、いやでも意外となんか優しい、はい、優しいですね。そうですね、だからこういうものを使ってもらえば今で多分男性の平均ヘッドスピードぐらいの、はい、まあ、スピードぐらいだと思うんですね。だから、まあ、それにしてはロングアイアン結構十分上がってると思います。4番アイアンって言ってもブレードだったりとかっていうところのアイアンの多分3番アイアンと同じぐらいのロフトなんで、はい、長さ的に4だっていうだけの話であって、ロフト自体は3番アイアンと同じぐらいなんで、それでも結構上がってる、はい、まあ、通常だったらねブレードの3番アイアンはあのスピードだとなかなか上がらないんで、上がんないですね、はい、意外と優しいっていうか、はい、じゃあちょっと小野プロがあんまり強いでもスレーションができないんで、あとはですねロングアイアンの時打とうと思ってあんまり力みすぎないこと、やはり体のターンをしっかりして動かしていくっていうことを重視して、あとは、まあ、バックスイングを少し大きめに取ったりとか、そういうような感じですね。ちょっとそれでデモンストレーションをやってみて、まあ、インパクトはしっかりと開いて自分がビハインザボールですね、こういうイメージ、こういう感じですね。ここのポジションからこういうイメージを持ってですね、そうすると、まあ、小野プロのハイブリッドと同じぐらいは出ましたかね、今高さ的にはロングアイアンでしっかりと高さを出して、あんまりですねダウンブローにこう打ちつけるようにショートアイアンのように打ってしまうと、はい、もうとんでもなく低い球になってしまう。まあ、どういうことかっていうと、まあ、こういう非常にこう打ちつけるというか、そういうようなイメージでですね、ちょっと低すぎますねこれね、もう一球だけ、
ナイス、うん、こういうような形ですごい低い球、これはさすがにヘッドスピードがそれなりにないと、はい、多分キャリーも全然出ないですし、あのなかなか難しいと思いますので、しっかりとロングアイアンで上に上げてもらう、はい、それなりの高さを出してもらうということが重要だと思います。3番アイアンということだったんですけど、まあ、残念ながらここに今3番アイアンというものが存在しないんで、この4番アイアンはとりあえず普通のスタンダードの3番アイアンと同じぐらいのロフトなんで、これぐらいで勘弁してください。はい、来角が結構 フラットだね。うん、おおすっげえすっごい上がったやばいっしょ。俺は簡単なのに止めんのね。5番ユーティリティ25度もあるんだ。へえ、あんまり使ったことないですね。あんまりっていうか全く使ったことがないですね。まあでも最近ね、6番ユーティリティとかそんぐらいまであるもんね。はい、あります。なるほど、ね、まあこういう方が簡単かな、一般の人にはね。まだちょっと見え的にあんまりこう、はい、小野プロの場合は賞金稼がないといけないから、プライド捨ててでも賞金を取らなきゃいけないけど、はい、俺はまだプライドを取ろうかな、はい、してる時にで、バックスイングの完了したところ、ここで全てサイドベントに変わるんですね、はい、フォワードベントがサイドベントに変わる、あとはターンが入るってことですね。90度以上のターンが入る。これをグッとこっちに蹴ってあげると、あの腰が回り始めるんで、腰が大体、まあ、40ヤードぐらいキャリーが出ます。若干右側に出てって戻ってくる球になるというところが、まず目指すゴールがある。右側に20度傾いてるとちょうどいい形でこのグリップが徐々に徐々に上がってくるところを作ること。そこからクラブがリリースされて、この状態からシャロー、うん、ナイスショットです。これも入りましたね。このようにですね、つま先というよりかはかかとの左かかとの外側に重心があるのが、見てわかると思います。ここにあのデリバリーポジションが来ちゃうと、うんうん、外に行っちゃうから、うんうん、もっとここに落としてる感じ、こういう感じで落としてる。そうすればここの左側のギャップを埋めることで